緑鮮やかなターフの上を闘志満々で駆けるデアリングタクト、まだ若い3歳の女馬が史上初無敗の三冠牝馬へ、歴史的な挑戦がここから始まります。三冠レースの最終章、第25回秋華賞です。放送席は2007年ダイワスカーレットで秋華賞を制していらっしゃいます安藤克美さん、競馬エイトの高橋健二さんのお二方です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。三冠レースの最後の一冠、無敗でデアリングタクトがここまで来ましたが、返し馬の様子結構遅れて入ってきたんですよね。安藤さん、はい、ここまでの様子はどう見てらっしゃいますか。そうですね、パドックもねちょっとね落ち着きがなくて、返し馬なぜかね遅く入ってったんですけど、はい、まあキャンター行ってからはねすごく落ち着いて走ってましたから、まあ大丈夫だと思いますけどね。はい、まあ、その気合の部分というのも非常に注目なんですが、高橋さん、もドキドキ、ワクワク、そして緊張、見ている方も一言では言い表せないこの気持ちになりますね。そうですね、この秋華賞の舞台設定の、まあ、京都の芝内回り 2000m というのは、はい、ちょっと着差がつきにくいんですよね、はい、桜花賞オークスに比べると、なのでしっかりこう逆算してね、きっちり間に合わせる、ゴールに間に合わせるということが必要になってくるんですけども、うん、はい、うん、そういう意味でもね非常に難しい舞台ですし、ただ、まあ、デアリングタクトはやってくれるんじゃないかなと思います。はい、桜花賞やオークスでは後ろから競馬をしたこのデアリングタクト、直線が短いこの京都競馬場、三冠の最後の一冠ということになりますが、スタンドで見ている元ジョッキーの細江純子さんはここまでどのように見ていらっしゃいますか。はい、先ほど安藤克美さんもおっしゃられてましたけれども、はい、パドックテンション高かったので心配したんですけれども、17頭出てから最後にゆっくり、はい、あの早足からリズムよくキャンターに下ろして、うん、止め品も頭を上げることなくあの早足から波足に移っていました、はい、ですからあの時点ではやはりさすがに看板賢いなという印象を受けましたね、そしてあのフットワークの美しさはやはりリアメリア、うん、また対照的に力強いなと感じたのは5番のウィンマイティ、これらもいい、はい、あのキャンターをしていましたね、はいはい、最後の一冠にかける思いというのはどの馬も同じです。そして松山光平騎手、デアリングタクトに騎乗しますが、30歳、初めて挑む三冠の手綱ということになりますが、安藤さん、はい、この心理はどう見ていますか。まあ、とにかくね多分スムーズな競馬をすればいいという感じで乗ると思いますけどね。はい、まあ、外目13番の枠からポジションはどうですかね。今日の感じではねやはり位置を取りに行くというより折り合い重視で乗ると思うんですけど、はい、まあ、姉妹はね確実に伸びてくる馬ですから、はい、それほど位置は考えなくてもいいと思いますけどね。さあ、三冠最後のファンファーレです。史上初の大業は達成されるでしょうか。私たちは歴史の目撃者となるでしょうか。デアリングタクトがその夢を乗せてこれから駆け出します。高橋さん、打倒デアリングタクトを掲げてリアメリア、ウィンマリリン、ウィンマイティ、マルターズディオサ、どんな展開になるでしょうかね。そうですね、まあ、おそらく大外枠からプレイズが行って、はい、まあ、それほど道中は各馬競りかけずにマイペースを保つと思うんですけども、ちょっとペースが緩みそうなメンバー構成ではあるんですよね、はい、まあ、そういった中道中、まあ、対デアリングタクトを意識して どの馬が、ね、はい、まあ、強気にこう踏んでいくのか、うん、まあ、そのあたりの勝負の駆け引きっていうのもね、はい、うん、すごくあの見応えがあると思いますし、はい、まあ、いいレースになることを期待したいですね。展開の鍵を握りそうなウィン・マリリンやアブレイズは外に入りました。さあ、そしてデアリングタクト、ゲートの中です。春に手にした桜の頂き、初夏に掴んだ歌詞のタイトル、そして最後の一冠、実りの秋に最高の栄誉、三冠の花は果たして咲くでしょうか。続々とゲートに収まっていきます。最後に18番のアブレイズ、ゆっくりと収まります。さあ、史上初汚れなき三冠牝馬へ、三冠への挑戦です。デアリングタクト、
飛び出しました。ふわっとしたスタートになりました。さあどこから行くのか、中段ぐらいからレースを進めようとしています。レアリングタクト13番オレンジ色の帽子は中段ぐらいからレースを進めようとしています。松山光平。さあ内からは3番のマルターズディオサ、外から17番のウィン・マリリン、真ん中からフィオリキアリ、サンクトゥエール、この辺りが先行グループを形成していって、アブレイズはちょっといけないか。オレンジ色の帽子13番レアリングタクトはここにいます。中段より後ろのポジションを取って三冠のスタートポジション、後方から5番手から6番手あたり縦長になってきました。ファンの皆さんも声は出せません。その分熱い眼差しを送ります。先頭を3番のマルターズディオサで1馬身のリード、2番手に鳳凰ピースクル、3番手ウィンマリリンです。その後ろ白い帽子ミヤマザクラがいて、リアアメリアはこのポジションを取りました。その後ろ2馬身差がつきます。フィオリキアリ、内からは9番のサンクトゥエール、その後ろにクラバシュドール、さらには15番のここにいたのはミスニューヨーク、そして18番のアブレーズが続いています。内5番のウィンマイティ、そして外にいた、さあ前人未到の大行へ、デアリングタクト松山光平、じりっと上がってちょうど中段です。それから12番のマジックキャッスルが続いている3コーナーカーブ、真ん中にパラスアテナがいた、外から上がっていくオーマイダーリン、内から7番のムジカが続く、その後ろ6番のダンツエリーゼ、後方ソフトフルートの展開。さあ3コーナーのカーブに入ってきました。さあここでデアリングタクト現在中段、ちょうど松山光平打倒デアリングタクトを掲げる17頭を差し置いて、さあいつでも動けるポジションを取りました。さあいつでも動けるデアリングタクト、三冠へ視界をもう捉えているのか。デアリングタクト外から襲いかかってきたのはオーマイダーリン、さらに一番外からパラサーテナも差を詰めてくる。さあ直線コース、まだ馬なり、まだ馬なり、直線コースに入ったデアリングタクト、見えたか三冠、内からはマルターズディオサ、さあ真ん中から来たぞデアリングタクト、来たデアリングタクト来た、外からはパラサーテナ、一番外からソフトフルート、しかし捉えるか、捉えた、デアリングタクト先頭に変わった。咲いた咲いた三冠の花、強くたくましく美しく、デアリングタクト三冠達成、史上初無敗の三冠牝馬がここに誕生しました。松山光平左手で三冠をアピール、歴史は変わりました、時代は作られました、デアリングタクトです。デアリングタクトが全ての夢を叶えました。デアリングタクトです、大きく咲き誇りました。勝ちタイムが2分0秒6デアリングタクト、内からはマジックキャッスル、そしてさらにはソフトフルート、パラスアテナ、こういったところを抑えて史上初無敗の三冠牝馬の誕生です。デアリングタクト5戦5勝で金字塔を打ち立てました。泥だらけになって掴んだ桜花賞、そして壁を打ち破って掴んだオークス、三冠ロードの最終章秋華賞、直線からいい足を使って、もう残り200メートルぐらいで先頭に立って、あとは寄せつけませんでした。安藤さん、はい、今新たな歴史が作られました。デアリングタクトのこの走りどうだったでしょうか。いや今日は本当ね、あのスムーズな競馬してましたし、少々外回っても勝つなというね、松山君のね自信が見えましたね。その自信、もう本当にゴールした瞬間にそのね3つの文字を高々と掲げました。どういう心境でしょうかね。そうですね、まあホッとしてるっていうのが一番でしょうね。はい、高橋さん、はい、デアリングタクトのこの走り、本当にこの歴史的快挙と言われるレースになりました。改めてどうだったでしょうか。いや、そうですね、まあ、やっぱりあの松山騎手が何より本当に冷静に導いたというのももちろんなんですけども、はい、なんていうんですかね、やっぱりまあ他の馬もね、やっぱりあのデアリングタクトを任そうとしてね、一生懸命競馬してるし、はい、まあ、勝負どころもね、あの外からまくってきて、こうデアリングタクトを意識してね、仕掛けた馬もいましたし、まあ、そういった中やっぱり力でねじ伏せましたよね。そうですね、本当にあの 真に強い馬の競馬をしたというふうに思いますし、まあ、一段とこう今日は走りが力強かったなというふうに思いますし、やっぱりこれが成長なんでしょうね。本当に強い馬だと思います。生産は長谷川牧場、小さな牧場です。お母さんはデアリングバードという馬で、血統は良かったんですが怪我が多かった母でした。今松山光平騎手デビュー12年目30歳、G1 これが4勝目ということになります。
三冠、その3つの指を高々と掲げます。アルワインで皐月賞を制覇、平成生まれ最初の G1 ジョッキーになって、デアリングタクトとともに三冠ジョッキーの仲間入りを果たしました。オークスで初めて G1 の1番人気に騎乗して、ね、無敗の2冠達成だったんですが、その時は悔しさもあったと本人は、ね、話していたんですね。安藤さん、あ、そうですか、はいはい、そこからやはりこう安藤さんも挑まれたブエナビスタでね、この牝馬の三冠に挑まれました、はい、どこでも、ね、動けるような位置から競馬を、ね、進めていきましたが、そうですね、今日は、ね、本当に、ね、あの見ててもすごく安心して見てられましたよね、はい、ずっと外目で、あ、どこでも自分から動けるなという位置にいましたから、外から来ても、ね、慌てずにまだ待って、はい、直線入り口までじっとしててね、はい、もう直線は来ればもう追えば追えだけ動くだろうという感じがもう見てて分かりましたね。あ、そしてその思いに応えたデアリングタクトです、まあ、怪我の多かったデアリングバード、お母さんはこう大事にこのタクト、娘を育てたというところもこの原点だったというふうにね、長谷川牧場の長谷川文夫さんは語っていました。そしてそこから、まあ、ノルマンディーオーナーズクラブ岡田真紀夫代表、育成で鍛えて鍛えて丈夫な馬を作って、そこから開業5年目杉山春樹調教師、38歳、もう若い新進系の調教師ですけれども、全ての思いというのが安藤さん形になりました。そうですね、やはり今までと違ってね、はい、この5戦でね、この中華賞勝つって、ね、なかなかね数使ってないんですよね、やっぱり、もう 5勝のうちね3勝が G1 ですよ、はい、今まででは考えられない使い方ですよね。そうですね、デアリングタクト、そしてその後マジックキャッスル、さらにはソフトクルーとパラスアテナの争いということにもなっています。高橋さん、これからのデアリングタクトの可能性、どんなところに感じていらっしゃいますか。そうですね、まあ、ここまでの強さを見せつけられるとやっぱり、年長馬との戦いに、はい、まあ、自信を持って出ていけるでしょうしね、まあ、そういう意味では本当にあのこれからの、走りっていうのはねすごくあの楽しみですし、はい、正直あのこれだけね日本の競馬の競走馬のね、まあ、レベルが上がっている中で無敗を続けるっていうのは、はい、簡単なことではないと思うんですよ、でもそれを本当にしっかり形にしているので、まあ、本当に可能性は無限に広がりますよね。本当に歴史的な今週そして来週ということになりますが、史上初の無敗の三冠牝馬となって、来週もね、はい、安藤さん大偉業達成なるかというところで、まずその先陣をデアリングタクトが切りましたね。来週のが大丈夫じゃないでしょうか。ああ、そうですか。そんなような気がしますけどね、はい、ちょっとただ今日のレースで、ね、見てみても安藤さんもね、はい、ちょっとテンションの部分でどうなのかっていうところもあったとね、いうふうに話してましたけれども、はい、関係ありませんでしたね。そうですね、まあ、ただねレースではすごく落ち着いて走ってましたから、はい、そういう点は案外心配なかったですよね。はい、高橋さん、これからの可能性、どんなところにこの馬に対して期待していきましょうか。放送席、今見事三冠を達成されました松山公平ジョッキーです。おめでとうございます。ありがとうございます。まずはレースを終えて今の率直な感想からお聞かせください。はい、ほっとした気持ちと、ここまで任せてくださった関係者の皆様に、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。今日はレースに臨んで大幅に体も増えていました。そのあたりレースの前からまず振り返っていただきたいんですが、テンションなどどうだったでしょうか。そうですね、今日はちょっとパドックの方でも少し入れ込みもあって、そういうところもあったんですけども、まあ、この馬なら、しっかりこなしてくれると信じてました。そしてレースですが、スタートして、まあ、中段あたりにポジショニングしました。あのあたりはイメージ通りでしたでしょうか。そうですね、少しゲートでうるさいところもあったんですけど、ゲート自体は上手に出てくれましたし、ポジションも思っていたようなポジションで、折り合いもつきましたし、しっかり流れに乗れていい競馬ができたかなと思います。そして第4コーナー堂々と外に行きました。はい、そうですね、本当に力ある馬なので、最後はいいとこ走らせようというふうに思いました。前にも後ろにも強力なライバルはいたと思うんですが、はい、そのあたりどのあたりで確信されましたか。そうですね、強い馬もたくさんいたと思うんですけども、まあ、自分の馬が一番強いと信じて、今日は挑みました。まあ、本当に、すごい力を発揮してくれたと思います。一夏を越しての成長というのは感じられましたか。そうですね、体も大きくなってましたし、いい成長してくれてるなというふうに思いました。デビュー戦からずっと手綱を取り続けて
三冠達成というところまで来ました。振り返っていかがでしたでしょうか。すごい嬉しいと思いますし、本当にこういった馬に出会えて本当に自分は幸せだなと思いますし、本当に感謝したいです。これからは年長馬との戦いが待っています。そのあたりの可能性についてはいかがでしょうか。そうですね、ここまで無敗で来れてますし、できればこのまま、負けたくないなっていうふうに思います。松山ジョッキー、改めて三冠ジョッキーになったご気分いかがですか。そうですね、史上初の無敗の牝馬三冠ということで、正直すごいプレッシャーもあったんですけども、達成できて、すごい嬉しい気持ちと、馬に本当にありがとうっていうふうに言いたいです。本当に馬がよく頑張ってくれましたし、馬に本当におめでとうっていうふうに言いたいです。そして今日は競馬場に残念ながら勝ちつけられなかった多くのファンもいらっしゃいます。ファンに最後一言メッセージをお願いいたします。はい、今日は、史上初の、無敗の牝馬三冠誕生ということで、応援してくださった皆様ありがとうございます。これからも、いいレースを見せれるように、頑張っていきたいと思います。今日は本当にありがとうございました。本当におめでとうございました。松山公平ジョッキーでした。ありがとうございました。